おじちゃんのセクシーショット撮りまくって展示会相手。もやさんか。It's a small world を100倍ヤバくした感じ。突然クリーチャーとかが出てきて襲われそう。うふふふ。突然、作者に取ってられることがあるよ。さんが話しかけてくるよ。これはリアルワールドでの催しですね。芸術家ですよ。作者、俺と家族に、なるんぜよ。こちらは、展示する場所もちゃんと作ってるからいいね。パレードおもろいなぁ。ここも旅行部で行きたいわね。ですね。かなり広いから。あのでかい。放送中に。作者の人に話しかけられて非常に焦った。ここへ。知らない人に話しかけるとうんち出ちゃう。無許可撮影はグレーですからね。一応間違えた。話しかけられるとだ。イーサン君はファミパンの時に頭蓋踏みくったタイムシフトに残さないんで、土下座。こんにちはー。ああ。ブリ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 。なんで、ここで、ネタバレしたの？写真はオッケーだけど動画はダメだったりするからね。ごう音の無垢、シビリアンには致死量。そういうの良くないよ。ケツデカおばさん、海外の人にエチエチな絵描かれてて笑っちゃうんすよね。まだとかじゃなくって。そんなことしちゃ、ダメだろ。あまおこいちごちゃんさん。やめようね。しないようにしようね。
ほうほうほう。これ一人で作ってるのかぞ？急に襲ってきそうだぞ。思えないな。有名な人なのかな？頻繁に作り直したりしてるっぽいよね、ここ。そうですね。かなり有名な人っぽいですよ。日本でイベントやってるかはちょっとわからないですけど、なんかすごいもんな。現地解散ですって。この特有の現地解散、みんなでバスに乗って帰るものやろ。帰るまでが変則です。帰りますかね。